近年、都市部と地方のオフィスを行き来する新しい働き方や、週末やある一定の時期を地方で過ごし、また都市部へ戻っていく日域居住といったライフスタイルが、ここ徳島で多く見られるようになっています。本県にサテライトオフィスを置いている方から、私は徳島の良さも東京の良さも同時に味わえるのですが、学校の関係があるので子供にはその機会がなかなかないんです。サテライトオフィスの開設を考えた時も、子供の教育の部分に対応できないと難しいところがあります。この状態を解決できないでしょうか、という声が届きました。保護者の転勤に合わせて子供が転校するというのはよくある話ですが、サテライトオフィスでの勤務は、場合によっては2週間や1週間で本社へ帰るということになります。子供の場合、その度に親について行って転校するということは、転校手続きを考えると現実的とは言えません。そこで、転校の手続きをなくして、両方の学校で勉強できるようにすれば、徳島と東京、両方の良さを生かした教育と結びつけることができるのではないかと考えたわけです。従来、教育は一箇所で落ち着いて取り組むのがいい、教育環境は都会が一番、などの考え方を持たれている場合も多いと思いますが、そういう考え方を根本的に変えて、逆に学校を移動することが当たり前として考えてみると、地方と都市で子どもを教育する、共に育てるという発想や、それぞれの環境で育ってきた子どもたちが混じり合うことで感性が刺激され、いい意味での化学反応みたいなものが起きるのではないかという期待感。保護者と一緒に地方で生活することで、地方の良さを生活を通して学ぶことができるなど、これまでにないようなことができるのではないかという考えが浮かんできたわけです。そこで、地方と都市を結ぶ新しい学校の形、デュアルスクールというものを考えて、モデル化にチャレンジすることにしました。このデュアルスクールという名称ですが、地方と都市の両方で子どもを育てる学校というイメージで考えた、徳島県オリジナルの名称で、ここで育った子どもたちがデュアルな視点を持った多面的な考え方のできる人に育つ期待を込めています。モデル化のイメージは、例えば東京都の A 区に住所がある小学生で考えると、今通っている A 区立小学校をベース校、徳島の B 町立小学校をサテライト校として、教育委員会同士が合意をすれば、転校の手続きなしに双方の学校での学習を認めようというものです。そして、サテライト校には学習進度の調整などを行うための学級を設置したり、児童のフォローや両校間のコーディネートをしたりするための教員を配置します。2つの学校に席を置くということは今は認められていませんので、当面は転校手続きを簡素化することで、2つの学校を行き来することができるように対応していきながら、これからの教育の新しい形として提言を通して国へ要望をしていきます。そこで、このチャレンジに共感され、モデル化に参加・協力をしてみたいという方、もっと詳しい話を聞いてみたいという方、学校関係や教育委員会関係者の方は、徳島県教育委員会教育創生課までご連絡ください。デュアルスクールはまだ出来上がったものではありません。また、徳島県だけで作り上げるものでもありません。デュアルスクールのモデル化に向かって一緒にチャレンジしてみませんか？